初めてこうやってやらせてもらって、なんかいろいろやった部分もあるんですけど、めっちゃみんな楽しそうだなと思います。またいろんなことをこれからもいっぱい企画して、なんかうえって感じでいこうと思ってるんで、よろしくお願いします。よりもやっぱりあこんな踊れるんやとか、うん、あこんなことできるんやって、まあ、みんなに思ったかな、うん、もっと自信持っていいんじゃないっていう子がいっぱい見えました。まあ、こんなバトル出てる人とか家でも曲聴いて遊んでる人が強いと思うんで、うん、もっと音聴いて遊びましょう、うん、もうそれがキャラになってきたり雰囲気作りになってきたりするで、うん、なんせ楽しむっていうかもうふざけて遊んでください。もっとダンスをね。はい、以上です。お疲れ様でした。フリースタイルを初めてやって、初めてみんなの踊りを見て、楽しんでるっていうのがすごい伝わる踊りばっかりやったから、もうすごい楽しかったです。で、今日ジャッジをさせてもらう上で、一番重要なところは、もちろんスキル、大人アプローチも見てるけど、先生が一番大事にしてるのは気持ちの部分。自信なさそうに踊ってたりとかそういうのはあんま好きじゃないから自分にもっと自信を持って自分を信じてあげて踊ることが一番大切だと思うからそこを大事にバトルの時踊ってほしいなと思います。で、今日の結果は今日の結果やから一回負けたからって言って諦めへんといてほしいなと思います。今日音が違えば DJ が違えばジャッジが違えば空間が違ったらもう全然結果も変わるし自分のモチベーションが全然変わるから何回も何回もチャレンジしてそこになんかこう自分で何だろうな向上心を持ってやってほしいなと思います。うん、バトルもショーもすごい大事なことだと思うからそこは自分なりにチャレンジしてください。はい、これで終わります。お疲れ様でした。以上でも、でも笑ってもらえて、バトル参加してくれたみんなのホッピー拍手、お疲れ様でした。